はい、皆さんこんにちは、池田です。今日はですね、清水さんに、自転車仲間の清水さんにですね、自転車借りました。で、それをちょっと乗ってみようと思います。で、その乗る前にですね、どんな自転車なのかというのを、今回、の動画でご紹介いたします。ではですね、どんな自転車を借りたのか早速行ってみましょう。はい、借りた自転車はこちらです。トランジションの、ラプチャーという自転車ですね。それを、フロントシングルでカスタマイズしたという内容になっています。ではですね、ちょっと詳細を見ていきます。ハンドルがどこやろか、グラファイトデザインの、カーボンハンドルかな、カーボンっぽいですね。カーボンハンドルがついてます。で、バーテープはフィジークで、で、変速機はですね、シフトレバーはレッド、スラムのレッドをつけてます。これさっき操作してみたんですけども、これすごいいいですね。カチカチっと、クリックがシマノと全然違って、もうなんていうやろ、本当にちゃん変速してますっていうような、そういうタッチ、すごくいいと思いました。シマノにはないこのクリック感やなと思いましたね。で、この上のブラケットも非常に手の小さい人にも握りやすくてですね、僕も手が小さいんですけど、なかなか好印象です。まあ、もう一番トップなんで、そりゃいいわってなるんですけどね。はい、で、デザインのライトに、クワッドロックのスマホのここにカシャッとつけるホルダーがついてました。で、ポールの、ボクサーステムにクリス・キングのヘッドセットとかですね。で、ここにフェアウェザーのステムバッグがついてて、鍵が入ってるというところです。で、そう、フレームはもともと黒森フォークやったらしいんですけど、カーボンフォークに、交換してるそうです。で、ペイントをこう統一させて、すごい綺麗な感じになってますね。グラデーションがこうシューッとかかった感じで、ペイントする前に僕見たことあったんですけど、全然印象が変わってですね、エレガントになってますね。で、ベースがシクロクロス車らしくて、結構ですね、タイヤのクリアランスもあるというところです。で、サドルが WTB のボルトで、トムソンのシートポストがついてるというところです。で、変速機周りが、スラムのレッドのクランクにウルフトゥース、ペダルは僕が昨日借りるときに、踏みやすいようにちょろっとつけたというやつですね。で、後ろがスラムのライバルです。で、フロントシングルで運用されているという感じですね。タイヤはですね、テラベールのランパートが今ここについてて、リムはベロシティのイルローなんですけど、僕はこれがですね、結構面白かったです。これ 700×32 なんですけど、運転するとですね、まあ、これぐらいの太さなんですけど、フットって思いましたね。細いタイヤとして 28C で最近乗ってたんですけど、32ってこう4ミリだけ違うんですけど、それだけでもうわ、これ全然違うわってなりましたね。で、おそらくこれどうなんやろかな、チューブなんかな、チューブレスなんかな、それちょっと聞いてないんであれですけど、それもしチューブレスだったら、乗り心地がすごい良かったんで、もしかしたらそれが影響してるのかなと思います。このテラベールですね、ランパート、そんなにも違うのかなと思ってですね、もちろんその28の時、細いタイヤは細いタイヤでピューッと進んでいくんですけど、これ32やったら結構この安定するっすね。太いタイヤの4ミリの差と細いタイヤの4ミリの差って、もう
全然違うなと改めて思いました。それぐらいですね、おおってなったやつですね。だから25、28でちょっと怖いなっていう時も、それこそ32ぐらいにしたら様子がガラッと変わったんで、違うなとタイヤって面白いなって思ったところです。はいですね。ああそうそうそう、あと、ハブがインダストリー9ですね。インダストリー9のロードハブかなを、使われてます。これ後ろ赤色、前も赤色って感じです。でブレーキがこれ何だろうか、エイビットかな、エイビットの BB7S を使ってるというところですね。清水さん一押しなんです。BB7 ですね。もうめっちゃ効く、タッチも最高って、一押しのブレーキです。これもなかなかいいですね。で、あと、あ、BB はクリスキングですね。クリスキング使ってて、あと気になるところがこのリアエンドですね。これスライドできるようになってるんで、おそらくシングルスピードとかにも簡単にできるんじゃないかなと思います。はい、あと今気づいたんですけど、ブレーキ2000ケーブルですね。通りでスムーズに動くわけですね。はい、こんな感じの自転車となってました。ちょっと借りてまた乗ってみようと思います。はい、ということで今回は、お借りした自転車の紹介でした。最近ですね、このロードタイプの、自転車にめちゃめちゃ借りてですね、実は密かに乗って、この様子の違いとか、このタイヤええやんとか、いうのをいろいろ試しているというところです。で、フレーム、今回お借りしたのは、フレームサイズが小さいんですけども、ちょっとここシートポスト出したりですね、ステムを出したりして、これもですねちょっと試してみようかなというところです。意外とすごい乗り心地がいいんで、なかなかいいですね。はい、ということで今回はトランジションの、あ、そう、名前がトランジションの、ラプチャーだったかな、言ったっけな、はい、をお借りしてちょっと乗ってみようと思います。では、今日は自転車の紹介でした。どうもありがとうございました。